ここで、あ、そう、今日は水分取ってください、暑いんで。私も遅いし。お前気太りするのにな。そうそうそう。分かってるね、ホテルがね、お互いに。なぜかって言ったら、この岩が落ちるようにちゃんとした最中が、マジで。中田行ったりとか、これでビビるという感じには、もう4年前はいけませんでしたね。巻いてみましょうか。ゾンガイ怖いの？コウモリに持ったんちゃう？オルガイないのか、送り。なん？オルガイ。オっておかしいからね。まあそこまでやと思うで。はい。誰か言うと思って覚悟してる。じゃ分かっちゃった。どこある？奥ない。ない。いや違うで、そこの回り方とか歩きよ。行ってみんや。いかん。もう分かってきたしね、大事。まあこんなところですわ。すごい、ね、削ってじゃなくて自然に。いや、自然に自然に水が垂れてきるけど、ほらこれがどん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 削りがいと思う。うん。すごい。はい、取り付きの下りです。まあゆっくりと。落ちたら落ちたで怪我するんで、そうしっかり持って、そこに右足置いたら勝ちやろ。うん。でその下に、うん、その下に、正解、ナイス。これをこっち側に持って落ちたら。ナイス。逆手になっちゅうだ手が。そうそう。怖いわ。そう、やり直したり。そう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 。で、ここに一段歩きよ。ここまで来たら勝ちやきよ。うん。そう。うん。で、そこに揃えて、ほんで、鎖持ってて、もう一段下にちょうどある。ここに。ほら。そう。ほんなもう勝ち。そこに揃えて、あとは左に行けたね。左に。左に逃げたね。そうそう、いけるいける。そうそうそう、ナイス。はい、ゆっくり。ゆっくり、早いな。落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて。お姉ちゃんに言うぞ。落ち着いて。おてんばすぎる。速さが違う。そっちは逆左やから。ほら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 。そんなことする気よ。こっちから降りろっていうのによ。直で降りてくる。怖いよ。お姉ちゃん怒っちゃってまた。はい、どうぞ慎重に。行かんことはしてないけど、足が届いてなかったけど。足届いてなかったじゃん。こっちは届く。ルートをちゃんと。足の長さが違う。そうやね。届いちゃったかな。バカにしようやっぱり。こいつやっぱりバカにしよう。ねえ、前からね、4本で男の子やきね。そうやね、はい、かっこいいとこ見せとかんと危ないで危ないで、なんかオッケーナイスオッケーナイスオッケー、ミッション終了。お疲れでした。はい、どうぞ。
どうですか、思い出しましたか。思い出した。楽勝っしょ。今じゃ杖持って登るようになったもんや。まあそうやね、前はね、いちいち渡しよったきね。そうよ。おしょ。杖使いの魔術師や。うん、よいしょ、なんと。穴はできちゃう。よいしょ。うん。見せ場を持っちゅうね、ちゃんと。ゆうこに渡そう。ゆうこに渡そうって言うよ。あ、杖？取れる？夢。そう、大事、そういうの。身長差大事よね。どの口が言うの？身長差大事。身長差大事。大事ね。確かに。これまたかないかんで。歩きね、これ。危ないで。オッケー、ナイス。オッケー、オッケー。皆さんも大丈夫かな。いいで、サブレタ行って。また？またかい？はい、9時59分、絶景ポイントまで来ましたよ。はい。下に見えるのは稲村ダムです。ちょっとセンターまで行ってみる。はい、あれがダムです。見えるかな。めっちゃ綺麗な。綺麗やね。どうぞどうぞ。センターまで行ってみてください。すごい綺麗な。ナイスやね。いい景色やら。最高じゃないか。素晴らしい。ね、もうちょっと下やったらね、やっちゃうもんやけどね。ここの真後ろ、私の真後ろやっけよ。俺の真後ろでもやっちゃう。意外と。意外と。まあまあ、あんまり見ん方がいい、前は、横に。前見ん方がいい。やった方がいい。やった方がいい。やった方がいい。よいしょ。よいしょ。笑いがわからん女やで。くそー、うん、あ、みんな気をつけ出した。二人もやった。前二人がやったらそらね。そらそやにゃ。気をつけるね。そら無理だ。ヤマピー、はい、これ何？これ。何それ？なんか、気に気持ち悪い、なんか。何これ？これは、これはですね、病気なんです。病気。病気やった。あ、気の病気や。気の病気。稲村山にしか菌がないと言われている病気で、うん、稲村菌ドゥルン病。稲村菌ドゥルン病らしいです。ドゥルンってなっちゅうか。そんな感じかなと思って、はい、また文句言うね。危ない、今ね言った後危なって思ったらそっから口つくんだ。言われん言われんと思ってね、うんうん、ね、ありがとうございました。ドゥルンってなっちゅう。ドゥルンってなっちゅうね。そうやね。ドゥルンってなっちゅうか。なっちゅうわかね、なんかね。なっちゅうだね。なっちゅう、なっちゅう、絶対なっちゅう、あれ。はい、見えん、それ、ドゥルンしか見えん。ね、うん。ありがとうございました。はい、10時29分。分岐と合流しました。分岐に合流？おかしいな。稲村ダムの方に下っていく、これは鉄塔の方のルートかな、ルートとぶち当たりました。これを左に行って山頂に向かいます。なんで？いや歩きやすいなと思って。右やったらあんた下に降りると下山になる。大変だよ。はい、行きます。頂上に10時52分、稲村山到着。お久しぶりですやね。暑っ。 1506.2m です。景色は最高ですわ。素晴らしい絶景です。
石槌も見えますわ。あれが石槌ですわ。すごい。お疲れ。すごい絶景。ちなみにあれが石槌です。右がここから来たらここに来たら終わり。ここちょっとマーチ危ないきね、はい。絶壁なんで。あれあそこ真っ正面が。そう。すごい。お疲れっしゃ。こんなにすごい山頂と思わなかった。お疲れ様でした。今日は暑い中、樹林帯域それなりに涼み流れでしたが、無事登頂できました。稲村山の登頂を、祝って万歳三唱したいと思います。じゃあ先導させていただきます。稲村山登頂万歳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 。お疲れ様でした。ありがとうございます。そして続いて今日はヤマピーの誕生日ですバースデーソング聖書。じゃあゆうこりん先導してください。それは先導できません。え、それは先導できません。いやほなサブリーダー代表して。ちょっと待って、私涙出てきました。なんでよなんで待って、ハッピーバースデー歌うだけで涙出てくる意味がわからないけど、なんかここゆうこりん、ゆうこりん、ゆうこちゃんって今の思い出してから、そうやね、涙流そうで隠れて涙流しちゃって、叩きをここでやったね。叩きをここでやりました。高知で一番美味しい叩きはここで作りました。思い出して、じゃあ、いやもういいですよ。空子もいや、空子もおる勢いでバースデーソング歌いましょう。はい、じゃあ先導してサブリーダーは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 ーハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーディアヤマピーHappy birthday to you! おめでとうございます。おめでとうございます。やりました。おめでとうございます。あの、泣くがびっくりする気が。そういうがいかんで、持っていくが。そんなつもりないき、おとなしくしちょったがよ。けど、ボロボロ流れるきよ。汗かと思ったら涙やき。そんなつもりなかったきよ。黙ってちょっとおとなしくおろうと思ったよ。いや、まあまあ、空港も喜びと思うで。ここで食べたやん。思い出すね。横にほら、もともとあの YouTube しよった子供2人のね、人ら持って、うんうん、お裾分けして食べ合ってたら、いらんって言われたね。暑い時にサバイ中期は、それはいらんすって言われた。ごめん、ヤマピー。いえ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。よっしゃ。ありがとうございます。申し訳ない。サブリでいいですか？Yes. あの一通りあの空港の思い出話もしたんで。ね。やけど明るい話やきよ。思い出話もあるけど、ね、一日一日を大事に行きましょうという話やけど、仲間を大事にしながら、マッキー泣かしにかかってね、いやもうそんなにせんでもちょっと泣きゆきも、え、時は予感しちゃったかよ、そう、泣かんでもいいやって、この、そうだ、ここで泣きたいわけじゃないやき、そうよそうよ、うん、空港を思い出すことも大事なことやき、ね、忘れてないよということやき、そう、うんうん、ね、大事なことをみんなで思い出して、ちょっと涙が出るのは嫌ながよ、うん、まあ、これでも、いやそれは構わんがやべ、これでも嫌ながよ、お前コントロールできん人やき、できん。はい、いいですかもう。はい、はい、まあ良かったですこれで、本当にいろんな意味で、はい、じゃあ11時4分、うん、下山開始。はい、下山しましょう。はい、ヤマピーおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きますね。はい、主役やな本当にね。ヤマピー、これは立派な、素晴らしいですね。キノコなのかな、これは。これはキノコですよ。キノコですか。キノコですよ。これは。これ触っても大丈夫？これは分からんですね。そこは分からんかや。うん、なんかちょっと椎茸にも似てますよね。椎茸にも似ちゃう。なんとなくね。けど傘のところはこうシャ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 って入ってるので、線が、うん、まあなかなか珍しいキノコです。うん、これは稲村山にしか生息していないと言われている。稲村山、茶色椎茸もどきシャシャシャだけです。稲村山茶色椎茸もどきシャシャシャだけです。はい、食べれるかな。
いやー、どうやろう、食べたらいかんと思いますよ。食べれない。食べれんと思いますね。笑いが止まらんとか、そんな系統のやつかな。いや、まあ、笑いが止まらんのか、どう、涙が止まらんのか。涙が止まらんかもしれないね、確かに。今日はね、そうやね。今日はちょっと。なるほど。ありがとうございました。しのちゃん食べたんやない。これ食べたかやな。ほんでかな。ねえ。これはでもすごいね。これはすごい見事やね。すごい。本当よう見つけ、よう、よう見つけてくれ。はい。これなんか、どうなっちゅうこれ。気持ち悪いね、なんか。なんかつぶつぶの、ブチブチの、プチプチの気持ち悪いですね。ねえ。はい。これは、山にしか生息していないと言われて、何何何、稲村山にしか、稲村山、稲村山にしか生息していないと、やる気がないんか、いや危ないでここガキやき言われている、うん、稲村グロプチ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 ミですね、ミか、稲村グロプチプチミでした、ありがとうございますね、ありがとうございます。うん、あ、病気。わかりましたか、皆さん。うん。グロミ。グロミ。グロプチプチミ。あ、グロプチプチミ。ね。ありがとうございます。すいません。いやいやいや、ヤマピ、すいませんじゃない。いいわ。ちゃう、何？覚えてないわ。グロプチプチミやろ？謝ることやないやけ。それ、間違いないからもんね。はい、うん。はいとか言うて、はいとか。ありがとうございました。はいとか言う。はい、11時48分分岐まで帰ってきました。一番最初の分岐、こんにちは、帰ってきましたよ。はい、いつもというか最初のところです。はい、見てください、この看板、見覚えありますか。ああ、はいはいはい、はい、オッケー、うん、そういうことです。じゃあ一気に乗りますよ。はい、はい、暑いぞ。サブリーダー、はい、もう着く、もう着くで、もう着く、そこサブリーダー、もう着くサブリーダー、もう着く、すぐそこまだ聞いてないがよサブリーダー、もう着く、すぐそこもう着くかいね、もうつくからね。すぐそこやろ。はい。ここ滑るで。気をつけて、皆さん。皆さん気をつけて。はい。サブリーダー。はい、もうつく。はい。はい、11時53分。登山口まで帰ってきました。はい、今日は、まあ、楽しい参考になりましたね。はい、ゴール。イエーイ。お疲れっす。ゴール。皆さんどうぞ集まってください。やったー、お疲れっす、ゴール、お疲れっす、お母さんも、はい、ゴール、お疲れちゃー、やりました、ありがとうございます、誕生日おめでとう、涙の誕生日、涙の誕生日がね、本当、うん、オッケー、